マルスケようこそわーい。はい、今日はちいかわシリーズ紹介第2弾わーい、集めましたね。そうやね、今日は 1,2,3,4,5 5種類集めました。はい、じゃあ最初はね、こちらちいかわまんまる焼きカスタード味、2022年11月22日発売、ファミリーマート限定、値段は198円税込み。こちらの商品はね、シールが1枚入ってて全8種類で、あとこのおまんじゅうの種類も6種類あるみたいです。販売元はバンダイさんで、今回のこれ第2弾らしいですね。ちなみに第1弾が2022年の3月8日発売でした。知らなかったね。うん、焼き印っていうのかな、これが6種類あるやんって。焼き印、焼き印やな焼き印デザインが6種類、焼き印が6種類ね。書いてるわ、焼き印書いてる、書いてるね、焼き印ってはい、うさぎやね、なんかすごい頬張ってる感じかな、なんか食べてる。確かに何の回やったっけこれ、ピザマンかな、ピザマンじゃない、うん、ピザマンかなんか食べてる時のハムってした感じは。で、そっちが、あ、モモンガ、モモンガやん、かわいいな、かわいい、みーてーてつ、みーてーてつ、褒めろかわいいね、これが。で、3つ目がハチワレちゃんやね、シュッとしよう、ね、なんだろうこのポーズ。ん？何のポーズだろうこれ。なんか横たわってる？あ、横たわっとんか。なんか横たわってない？かな。じゃあ味を見ていこうか。味を。これシールが入ってるよな。そうやで。楽しみ。オリジナルシール。いいよ。もちもちの生地にカスタード味。なんか美味しくてもちもちしたやつ。うん。で、開封。手でちぎっちゃう？よっ。まずはシールが入った袋を取り出します。こんな紫のキラキラした入れ物です。あ、手がなんか乳製品にするあ、いいね、かわいいね、めっちゃかわいいやん。焼き印ってことはジューッと押していくんかな。そうやろな、かわいいやん、かわいいね、かわいい、プニプニしいいな。俺もこのもちもちの生地の上にチーカーの焼き印を押していく仕事してみたい。ジュージューあーって自分の手に、やばい食べていくか。じゃあうるさぎいただきます。じゃあ割ってみますね。すまぬウサギ、許してくれ。あー、ウサギが割れていく。おお、もち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 、すごいもちっとしてる。あー、すごいカスタード、すごいね、すごいね。半分くれんの？半分いいよ、半分しようかあ、半分に割られちゃったウサギ。これだけ見てウサギってわかるかな、これだけでウサギってわかるかな。合体なんか指輪とかになるよね、ネックレスとか。いただきます。いただきます。うん、うん、美味しいね、うん、もっちもち、めっちゃくちゃもっちもち。なんかあれ似てるね、白いたい焼き。おー、食べたことある？一回あるかもしれん、そんな覚えてないけどすげー、なんせもっちもち、うん、ね、うん、カスタードもうまい、カスタードもうまいね、うん、カスタードはすごいシンプルなカスタードって感じやね。うん、うん、美味しい、好きやこれ。うん、美味しい、美味しいな、うん。じゃあシール開封やっていきますか。うん、どれにする、勝負する。うん、何種類やるんやっけ。8か。全8種類、焼き印とシールの絵柄の組み合わせはランダムです。ってことはこれコンプリートするのは、とりあえず8個は買わなあかんな。うん、最低8個。うん、何が出てほしいかな、何がおるんやろ。じゃあ僕はこれ開けていきましょう。なんか上にね、ハサミで切るマークついてるんで、ハサミで切るんかなこれ。あっかな、開封をお願いします。私が切っていいの？いや、ここ点線でな、ちゃんと。よし、次も行くか、全部切っとく。よし、では出していきますね。お願いします。いきます、オープン。おお、お、ちいかわとモモンガの組み合わせ、後ろはこんな感じ。かわいいね、かわいいね。このちいかわが泣いてるところを真似させろってやつね、後ろのやつは。うんうん、これ何て書いてんの、ちいかわモモンガでてんか。うん、この2匹が2匹2人か仲良くしてるイメージないけどね。ないね。だいたいちいかわがなんかしてて、モモンガがトラブル持ってきて、ちいかわが泣かされる。うん、ねえ、トラブルメーカーやん、かわいい。ねえ、よし次行くか。うい、では2枚目いきます。これってキラとかあるんかな、キラカード。全部キラキラしてない、なんか。ほんまや、そういえばほんまや、もうこれもキラキラしてる、キラキラしてるわこれ、すで、うん、に袋もキラキラやしね。うん、すっ、おお、かぶらんかった。いいね、うらららららやん、うらららららら、うさぎ、なんかターザンみたいなの出てるね。ねえ、裏側はいやはーってやつやね、初登場初登場というか、ハチワレと初めて会った時かな。いやー、いいね、かわいい。こっちもしようか、キラ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 してるね。ね、ホログラムやっけ、裏側というか、ウサギの後ろ背景ユーって言ってる。ユー、うらららじゃない、うーわー言ってるか、うーわーらー言ってるね、うーわーらーか。最後、
最後3枚目いきます。はい、す、お、かわいい、かわいい、これあれやね、寒毛期、寒毛期なんていうの、寒い時に毛が出てくるやつ、うん、寒、寒毛、冬毛を、冬毛しようか、うん、かわいいやん、めっちゃかわいいね、うん、寒いからかな、ふさっ、わっ、わっ結構もさもせん、毛量増えたって書いてる、これ ローマ字で毛量増えたって書いてる、ほんまや、かわいい、いいね、いいね、あ、かぶらんかったね、やった、あ、そうやね、8種類あって3つでかぶったらちょっと悲しいけどな、タコさんのも欲しかったな、ここタコかわいいね、やったわ、はい、こんな感じでもっちもちの美味しいカスタードとかわいいシールが入ってますね、美味しかった、うん、後で食べます、はい、後でいただきます。次はガチャポンいきましょう、ちっちゃい方がいく、いいよ、まだね、中来てないからはっきりとは見てなくて、でもなんとなくそうやつかなっていうのやつかなってなるね、うん、で、ちなみに欲しかったと思ったやつが当たってるっぽいんです今回。じゃあ最初まずちいかわのハグコット3ってやつ、ちっちゃい方かな、うん、見ていきましょうか、開けまーす、よいしょ、はい、シーサーじゃないですかこれ、あ、シーサー、シーサー、かわいい、シーサー欲しいって言ってあげたもんな、うん、めっちゃかわいい、かわいい、え、どこでも出すのこれ、ハグ、ハグコット、ハグさせるんじゃない、この、こんな感じ、めちゃくちゃかわいい、ちゃんと牙のプリントもしてある、あー、ここ、かわいいな、ちょっと歯、牙のプリントもしてて、うん、すごいね、すごいね、こいつかわいいよな、尻尾生えてる、ちゃんと、あ、くるんってなってるね、かわいい、開けてみる、開けてみる、うん、こんな感じでラインナップ全6種類、値段は300円でした。ちいかわ、ハチワレ、ウサギ、パジャマパーティーズの緑、シーサー、あの子、あの子が欲しかったね、あの子も欲しかったね、めったになんかフィギュア化じゃない、なんていうかな、立体化されへんからね、キャワー、めっちゃかわいい、1個300円、ケーブルにつかませれるんやろ、ケーブルある、偶然ここにケーブルがあったんでハグさせてみる、無理、あなた不器用ね、結構てか結構手ちっちゃ、入るこれ、イヤホンとか、イヤホンかな、このケーブルがちょっとだいぶ細いケーブルじゃないと厳しくね、イヤホンやったら入りそうやね、腕の保持力がなさそうですねこれ、ちょっと厳しいな、ちょっと使う大変そう、こんな感じで掴めるんですね、ね、ケーブルをハグすることができます、うん、ケーブルハグコットシーサーでした、あ、かわいい、自立はできへんね、自立はできへん、じゃあ次この紫の方開けてみようか、これなかなかなかったね、なかった、再販みたいな感じだ、そうそう、再販っぽかったね、開けてみようか、うん、これがちいかわ一緒に頑張ろうダンボールウォッチ、これもガチャポンで500円しましたね、500円、うん、全5種、うん、開けます、はい、おう、ハチワレ、ハチワレじゃないですか、もしかして、かわいい、時計のやつずっと探しとってない、欲しかったんね、寝てる、寝てる、フルフォンって書いてる段ボールの上で、開けよう、開いてるわ、開いてる、開いてる、あ、かわいい、かわいい、めっちゃキャワじゃんこれ、いいね、8時49分ほんと全然時間が違いますね、後で合わせます、かわいい、裏側もしっかり造形されてますね、フルフォン、触った感じ、うん、食感は8割自体はソフビ、ソフビのフィギュアって感じだね、うん、で時計の方はプラスチックアナログ時計かな、ちょっと段ボールの部分にテープなどをしっかり貼ってあって造形綺麗です、これが全5種のラインナップ、かわいいね、正面にしたらでもこう8割の顔が見えへんね、確かに横向いてるからね、あ、ほっぺたのムニッチなっていうのがまたかわいいね、あ、ほんとや、よく気づいたな見えるかな、ムニッチ、そして髪が白紙っていうのがなんか全く勉強しない感じですね、これからやろうとして全くやってないね、初期の段階に見たんかな、はけただけで、うん、かわいい、このランプもちゃんとね造形してて、ね、いいね、ほ、うん、まや、このほっぺたのプニット感がいいですね、かわいい、よし、じゃあ次はチーカーシールいくか、チーカーシール、シールコレクションいきましょう、でこれは100均で購入しました、だから110円かな、今7月上旬ぐらいから販売されてるみたいで、全50種類で1袋に5枚入ってます、1袋5枚入り、お、ってことは10パック買うたらコンプリート、コンプするかなよし、開けてみようか、開封、ちょっと待って、開ける前に何が欲しいカード、欲しいカード、欲しいキャプターを、そうやな、俺はレーザー公爵、あ、入っとんかな、いや、違うな、俺キメラ、キメラじゃない、俺あの子、あの子、うん、
あの子と C さんにしようかな。でもこのモモンガじゃ、モモンガだっけ、モモンガのなんか可愛いやつがいい、可愛いモモンガの可愛いやつキルンってしたやつない、なんかお耳がキルンってしたやつがあればいいなって。あー、キルルンってやつね。そう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 、あれ可愛いなって。可愛いこぶってるやつ、可愛いこぶってる。開けていきます。はい、頭からキノコ入ったやつもあるかな。どうだよ、どのところからのやつだよね。甘かったんだ。甘かった、処理がハリーめちゃくちゃ面白かった。1枚ずつ見出していく、ほな、見ずに。あ、見ずにバッと出す、うん、じゃあ行きます、1枚目。せーの、じゃん。お、ちいかわ同士、そっち8割おるやん。お、なんかちいかわやけどほのかにキラキラしてる。これもキラキラしてるで。コードがキラキラしてる。裏側はこんな感じ。ちいかわ、草むしりや討伐などをして生活をしているいいね、いいね。はい、そっちは何起こしてんの、ちいかわが8割を。なんかね、うん、何のシーンやったっけ、こんなシーンあったかな。うなされてる、なんか裏側のやつ見るとうなされてるのから、これを起こしたんかなっていう。なるほどね、欲しいものリスト前もなんかこんなやったね。うん、よし、せーの、はい、うん、シーサーも入ってる。シーサーおるやんけ。クリマンジュもおるやん。ヨロイさん、ヨロイさんもおるやん。はい、もうじゃあ僕の回復で、うん、はい。お、これは例の監獄での出来事やね。捕まった時のやつか。捕まった時のやつや、ゴブリンたちから、ゴブリンに捕まった時やん。おでがやらかしてたよね。ねえ、かわいいね。いいね。裏側が本日のプレートって書いてる。今日のお昼ご飯かな。次第にスープになっていくのね。こっちはこれがなんかシーサーとヨロイさんとクリマンジュが、これ何やったっけ、ステーキならありますみたいな。え、そう、覚えてない。ラーメン屋でなんかシーサーバイトしとって、うん、勝手に裏側はクリマンジュ。いいね、酔っ払った感じ。酔っ払った感じが。じゃあ次僕いきますね。はい、せーの、ほっはー。 せーの方やから、しむださんか。一緒やん、一緒じゃない、うさぎやん。うさぎやん、うさぎ同士じゃん。うさぎ同士、うさぎ同士じゃん。はぁ、どん。何食べたん。ぶどう。ぶどう、ほっぺた入れすぎやろ。ほっぺた入れな、かわいい。裏側は塗り絵やった。これ塗り絵なん。コピーしながらかな、直接塗れるかな。塗れるんじゃん。このね、うさぎだけなんか武器が物欲しさみたいな、突っ張り棒みたいな。ねえ、棒よね。ミジャム。ミジャムにして。ミをジャムにして塗ってから焼いたパン。ねえ、ブドウじゃないんだな。ミって焼いてるし。ミやね。じゃあ次行きます。せーの。お、お、栗まんじゅうや。あ、ちいかわ。栗まんじゅうです。かわいい栗まんじゅう。これあれか。何食べた？裂けるチーズ。裂けるチーズ。裂けるチーズっぽいね。うん。裏側は、キャラクター紹介。栗まんじゅう。お酒が大好き。すごいのんべえのキャラクターやね、こいつ。ねえ、こっちがなんかデザート食っとる。なんの？あ、どうしたん？なんやろね、どうした？分からへん。最後いきます、せーの、じゃん、はい、8割。おお、ラッコじゃない、ラッコさんやん。師匠、先生か、歌の練習してる。これララ、これあれ、星雲ってやつ。光、ほんまや、そんな感じやね。裏側は欲しいものリストで、ラッコさん。いいね、当たりじゃないこれ。自信を持て、歌とったやつやね。そうなのかな、うん、聞かせてくれ、かわいいですね。確かにチーカーが歌とって、ラッコが近づいてきて恥ずかしくなって歌をやめたやつ。すごいね。あ、でも、あ、被らんかったな。被らんかったね。被らずに出たね。欲しいやつ、そうやな、モモンガとあの子。被らんかった。出なかったけど、可愛いから許す。ちいかわコレクションカードグミ2。やっと買いましたね。やっと買えたね、なかなかなかった。こっちの商品は2022年11月7日から全国量販店のお菓子売り場で販売中です。値段は税込み110円。全30種類のカードが1枚入っています。ちなみにグミの絵は12種類あるみたいです。すごいね、バンダイさんから。バンダイさん多いね。バンダイさん多いね、うん、おもちゃ系は。これよ、これ一回目買えんかったな。ワン、ワンもあったみたいよね。ワンが買えんかって、でツーが出て、偶然スーパーでイオンやったから、イオンで買った。そう、あ、売ってるやん、めちゃめちゃ売っとったね。うん、とりあえず2袋買って、また次来た時に買おうかってあまり考えておったら売り切れてました、ずっと。もう売り切れてます。あの時ちょうど入荷したんやろな。そうやろね。あ、すごい楽しみ。楽しみ、これ楽しみやった。めちゃくちゃ楽しみ、これ。このカードの種類が、カードの種類は、カードはね、キャラクターカードのノーマルが10種類で、レアが3種類、ハイパーレアが1種類で、シークレットが1種類で、世界カードっていうのが2つあって、ストーリーカードが4種類、フォトコレクションカードが4種類、仲良しカードは5種類の合計30種類。よし、開けていこう。おう、グミキャンディーやねんって名称。キャンディーな、キャンディー、すぐ見えちゃうか、匂いが。あ、グレープかな、スーッとする花なんだなんかスーッとするやつ。よし、じゃあまずグミから出していくね。グミから。おう、あ、
これが噂の気泡がめちゃめちゃ入ってるっていうグミ、まあ、かわいい宇宙パジャマパーティーか、パジャマ着て寝てるんねん、おじさん3人が。うーん、あーすごいね、これパジャマパーティー、パジャマ着てる。そんなにでも気泡入ってない、なんか第1回目のやつワンやったかな、気泡がすごかったね、うん、っていうのを見た。なんかノーマルな感じ。ノーマルやね。ちょっとちいかわさんの顔に気泡が入ってる。うさぎはなんかおでこにいい感じに入ってる。いい感じに入ってるおでこに。ビームですよね。そうそう、食べてみようかな。グミからいく。ちょっとグミ食べてみます。どう？あ、グレープ、うん、ブドウ、グレープ無果汁、ね、ちなみに。おお、プンプリン。なんかシールみたいね。こんなシールなかった。なんかあるな、こういうシール、うん、ペロンペロンやん。いただきます。うん、美味しい。うん、グミ。いただきます。グレープ感がすごい、立ち上げた。うん、弾力すごい、弾力すごい、うん、美味しい美味しい。みんなの欲しいもんだけど、クマとか、うん、カメラとか。うん、それではカードいきますか。本命のカード、どれが出たらいいの。これとりあえず狙うはシークレットやろう。シークレット一番の、うん、俺からいくぜ。お、俺のカードはこれだ。モモンガ、キャワ、かわいい。モモンガ出ました。 HP プラス15。白米食ったの。白米ふりかけ、アイテムカード、アイテムカードみたいなね、これ。白米がアイテム、なんかにプラス15を載せれるんやね。へー、裏側はこんな感じ。白米ふりかけ、ふりかけがかかっている白米。いいね、この漫画描いてるのにね、裏にね、斬新ね、うん、それ何カードに当たるんやろね。ノーマルかな。ノーマルっぽいよな、なんか見た感じ。無限お米巻きどころ。はい、あ、でもキラキラしてる。ほんまや、キラキラしてるわよ、見たら。ノーマルなんかな、でもこれは。キラとか何も書いてないしな。はい、じゃあ次、うん、いきます、はい、このカードは、じゃん。お、うさぎじゃん。うさぎじゃん。うさぎじゃん。犬って書いてる。犬、ノーマルやね。ノーマルっぽい。ヒットポイント50、アタック50。うさぎが走っとる。ノーマルかな、これ。で、裏がこんな感じ。いいね。アイテム、キラキラしてる、それ。してるな。キラーはしてる。一緒かな。何やろ、ノーマルって書いてないけど、これは。うん、ウサギの生態みたいな感じで書いてる。大声でよく叫ぶ。ウサギ。うん。裏、エハーなど、大声でよく叫ぶ。うん、このシーン、どっかで。あ、こいつのそのシーンってもしかして、あ、これや。このシーン、一緒。この一番上のやつやね。このシールのシーン、一緒やね。このシーンか。へぇ、かわいいね。いいですね。今日も。京都でチーカーを集めてきました。集めてきました。可愛いシールばっかり。前に前回の直すって使いにくいね。なんかね、もうなんかコレクションの感じだね、うん、全部うまくキラキラしてるね、すべて、うん、なんかキラキラしてる、うん、で今日こんな感じで入ってました。かぶりなしで出たのが嬉しかったね。確かに1個もかぶってないね、うん、一番の当たりはシーサーかな。シールじゃないね。シーサーでしょ、めちゃくちゃ可愛い。今シーサー欲しいのです。可愛い、全部可愛い。お尻のチョーンって尻尾入ってなんかいい。うん、あのまん丸焼きやっけ。まん丸焼き、まん丸焼きがめっちゃ美味しい、うん、美味しいね。普通に、うん、買って食べたいぐらい好きかもしれん。なんか冷凍食品じゃないんかね。なんか売ってきたよね、冷凍。これをまだね、食べていきたいと思います。いきたいと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じでちいかわグッズを紹介しました。皆さんもぜひね、ちいかわグッズをお見かけの際は手に取ってみてください。結構大人気ですぐ売り切れちゃうんで、見つけた時に買わなくちゃ多分買えませんよ。そうやな、見つけたらすぐ買わなかった、うん、それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。